日本将棋連盟は15日、西山智香女流三冠、白麗、女王、女流王将イコール29、軒市編入試験の第3局、上野博久四段、21、戦を11月8日に大阪市、関西将棋会館で行うと発表した。上野は昨年10月にデビューしたばかり、1年前の新人王戦3番勝負で藤本渚四段、当時、 1, 2勝1敗で下しデビュー3戦目にして公式戦初優勝を果たした今年も1314日に開催された加古川青流戦決勝3番勝負で岡部レオ4段に連勝して優勝デビュー1年にして早くも若手限定戦を2回制している女性として初めて棋士を目指す西山は現在1勝1敗第1局は9月10日東京千駄ヶ谷将棋会館 出高橋裕二郎四段。25、奥出した。10月二日に同所で行われた第二局は山川対広四段に敗れた。実績の上では第三局の上野が最大の敵と言えそうだ。試験は1ヶ月に1回、新人5人と対戦して三勝すれば合格する。第四局の宮島健太四段戦、第五局のマ関キ太四段戦の日程は後日発表される。